そうでもまあでもエリートだからね、桐蔭学院、そうっすか、法政大学、ああ、でも法政はね、ちょっと怪しいですよ、今なんで、あのね、法政から来たね、岡田っていうのはいいんですよ、あ、いるいる、左側の子、あいつ、去年1軍上がったらしいんですよ、うん、東京ドームの試合前に、今日は先攻ですか、高校ですかって聞いたって言うんですか、いいじゃない、法政やばくないですか、江本さんに言っとこうかと思って、そんなやつ、今ぞジャイアンツにユニフォーム着て東京ドームで試合前に今日は先攻ですか高校ですかって聞く人います、まあね、で浅井っているじゃないですか、バッピがいいんですよ、ハゲなおも知ってるよ、浅井がジャイアンツのジャージ着て、まあ、広報も兼ねてるから食堂のとこいたんですって、そしたらすいません、うどん二玉お願いしますって浅井に頼んで、あ、そう使いますよそういうやつ、 YouTube で使いますよ、いや YouTube では面白いよなそれはちょっとまずいな、それはもうやっぱり成績がですよ、うん、長嶋監督並みにやっていただければ逸話に残りますけど、今ただのバカですからね横浜行って選手が、じゃああれ牧でしたっけ後輩、あいつが豊さん横浜スタジアムって先行でしたっけって聞いたらバカ野郎ってなるんでしょ、いや俺の中央の先輩の中塚さんといたんだよ、あ中塚さん昔コーチやっててね、あいましたね、金沢で、ね、はい、野球の試合があって、はい、出発が15時ぐらいだよ、はい、ね、でバスの中で、あ、ナイターだ今日って、いやいや、もう出発時間からデイゲームはないでしょもうね、だから野球選手って変わってる人多いんだよいや、お前何時に出てきたんだよって先輩お願いしますよみたいな、おい、正面、ナイターができるんだみたいな、いやいや、できなかったらこんな時間に出発しないでしょみたいないるんすね、いるんだよ、ね、いるんだよ、すごいっすよね、すごいよ、いや元木もあったっすからね、現役の時、まあ、玉沢と水野だったんですよ、2種類使ってたんです現役の時、まあ、よくある話ですけど、帰ってきたらスライダーかフォークかと思って、大輔何言ったの、あ今日水野ですよボールの数でよく分かるな、それは分かるだけでもすごいよなでもスライダーか元木もか天才ですよ、天才だよ、真面目に言ったんですからね、今日水野です、いやでもシートノックしてて昔3社ぐらい使ってたじゃん、サンアップとか、ね、サンアップとか、そうですね、あの磯野とかいろいろあったでしょ、はい、ガヤノック受けてて、あのシートノックね、はい、で、あの横谷っていうやつ、あ横谷さんいたでしょ、ファームじゃん、もうでライト守ってて、俺がカットマン入ったセカンド、はい、で取った瞬間に投げるのやめてこうやってボール捨てたんだよどうしたんだよ横谷、いや僕磯山磯野投げらんないんですよそんなやついや絶対ボート投げるんですよ捨てたんですか、待って、いやあれそういうものすごいよな、握った瞬間に分かるって言うんだから何のボールか、だからそれだけは外さないって言うんだからもう一球やってすごいやっぱいるんすね、100年度でいるんだ、元木なんか芸人の時、原さんの俺ファンだから、原さんの横にいつも座らせてもらったんですよ、ね、補助席に元木がいたんですよ、大体新聞読んでるんですよ、こっち読めんのかなと思って見たら、読めんのと読みますよ、ひらがなもいっぱいあるじゃないですかって、でもデーブこれおかしいんだよね、今日の新聞巨人これ苦手の伸び悩みって なんで苦手の伸び悩みになったこれ、バカって書いてあるんだよお前らのことでもあれもそうじゃない、イリキなんかあるんすか、あの事件、いや、ハワイ行った時に、ああね、携帯つながんねえよとか言って、そしたら、ここに県外って、ね、ああそこが書いてあるでしょと、あ、国外だいや、国外は国外半端じゃないっすねもう中途半端もいいとこだそれ言ったら、長嶋監督も野球教室で外国行ったらしいですよ、その赤い電気っていう会社 あのチームだったんです、たまたま背中にチーム名があったんですって、名前言ってあげようとしたんですって、赤井君か、え赤井君シュッとしなさい、シュッと、君は赤井君か、赤井君が多いなすごくないですか、すごいクリーニング屋の前と、えこれハウマッチいいスーツがなら、え、これハーマッチって、クリーニング屋ですで、買おうとしたやっぱ天才、でも
監督だから許されるじゃないですか。許されるよ。普通は許されないですよね、うん、ですから。すごいな。でなんかね、原監督が年に1回か2回だけ滑らない話をやろうってなるらしいんですよ、コーチ陣の時に。もうそれは最悪な時間だったらしいですよ。俺なんか自分から滑らないし、いっぱい持ってるじゃないですか。いやいや持ってるよね。いつでも来いって言うんだけど、最初にコーチになった時のあの若手の連中、大輔とか村田昇吉とか、テープさん滑らない話ってあるんで、絶対それだけは言わないでくださいっていうのが最初の後輩からの俺にお願いでした。あ、それをつっつくなったね。そうそう、それ監督やりましょう、滑らない話は間違ったら言わないでくれ。で、某吉村コーチは吉村さんが全部滑らない話をして、オチまで言ってんのに、何の内容か分かんないですよ。オチまで言ってんのに、監督が、それでオチを求めるらしいんですよ。うーん、話がね。汗だくになって、それを見るに見かれた、あの、宮本さんとの時は、デザート取りに行ったんですよ。その場を離れた。まあね、面白い企画だね。コーチ陣で、いや、コーチ陣で、ちょっと暗くなるからね。そういうことなんですよ。それをなんか生まそうとしたんでしょうね。うん、なんでピッチングコーチとバッティングコーチはちょっと契約になる時あるしな。ね、だからそれを生まそうとしたんでしょうけど、もっと契約になったらしいですよ。いや、最後にさ、秋広と浅野はどうするんだっていう。秋広は、まあ、一軍キャンプ行くんですけど、うん、もうやっぱりその、まあ、中田翔が12号食わしたとか、みんなで12号食ったのか分かんないですけど、絶対12号は食えないと思うんですよね、うん、でも本当に食ったとしたら、あれ正解で、秋広を秋のキャンプで見て、まあ、あの栄養士の先生もついててくれて、でその1日の消費カロリーを測れる機械があるんですよ、うん、なんか6000だか7000カロリー消費するらしいですよ。ああそう、まあ、太らないですよね。太らない、だから痩せていく一方なんですよ。で、あの子に何が足りないかっていうと、まあ、長さは持ってるじゃないですか、うん、でも重さなんですよね、うん、やっぱ重さがないと1年持たないですよね、脂肪もないと、うん、まあそうだね、でやっぱあいつも一生懸命食うんですよ。やっぱだいぶ朝飯もあり終わって食べるんで、パッと見たら7センチぐらい伸びた時あるんですよ。なことはないですよ、ね、続いてる続いてる話滑らない話あ、伸びた。あの身長で7センチ。朝飯のな。いや、俺の7センチとはわけ違うからね。2メーター。写真も撮ったんですけど、うん、俺と浅井と秋色でデブとハゲとノッポ。すごいんです秋色。見ます写真。うん、でかいっすから。いや、でかいよ。秋色。でも出てきそうなの。まあ、身長の話が出てきて、もう出てます、人より頭いいですぐらい。あの、高広いるでしょ、鈴木高広。 あいつすごいっすから。何のシックスパック、すごいね。俺ワンパックワンパックだよ、俺もワンパックだもん。そうでしょ、秋広君の写真見てください。ほら、こんな大きいっすよ。俺180近くだぞ、ね、ほら。これ朝ごはんの後だから、また7センチと見たんですよ、ほら、ね。まあまあ、これ真面目な話すると、その